フォークは外れてボール。第4球を投げた、打った。第5球投げた、外へ逃げるスライダー、空振り三振。低めの変化球でスイングアウトを取りました。インサイド見送ってストライク、まずは入れてきました。第2球、危ない球。第3球を投げた、ボール。第4球を投げた、ボール、アウトコースへ。さあ5球目、スライダー決まってストライク。投げました、打ちました。打球はレフト浅いところ、掴みました。これで2アウト、ランナーありません。バッターは2番関根。第9球投げました、初球に送ってストライク、いきなり154キロ。第2球投げました、ボール。第3球打ちました、いい当たり、ボールはライナーでセンターへ、取りました。これで3アウト。満員のマツダスタジアム、スタンドからジェット風船が勢いよく舞い上がりました。平田降板、左の石田、今日3人目のピッチャーとして登板です。カープ打線相手にどういった投球を見せるのか。第9球投げました、初球スローカーブ、空振り、タイミング合いません。第2球投げました、このボールも空振り、バッター追い込まれました。追い込んでから投げた、打ちました、切れていきます、ファール。投げた、打ちました、芝取った、ボールはファーストへ、判定はセーフ。バッターは4番鈴木、今日はここまで3打数2安打。まずは一塁牽制、一塁タッチセーフ。投げた、初球空振り。第2球投げた、インコース引っ張った、クリーンヒット、一塁ランナー二塁を蹴って三塁へ、ランナー二塁でストップ。鈴木ツーベースヒットを放ちました。今日これで4打数の3安打。ノーアウトランナー二塁三塁となりまして、クロン。さあ次の投球、危ない球、投げた、危ない球、投げました、ストレートはもう。さあ5球目、外れてフォアボール、これで満塁です。今日2三振の相澤、第9球低めギリギリいっぱい、ストライク、まずは見送りました。第2球変化球ストライク、インローへ、バッター追い込まれました。第3球流し打ち、宮崎下がった、ライト前のヒットになります。ライトバックホーム、カープ1点入りました。相澤タイムリーヒット、今日初めてのヒットになりました。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。さあノーアウト満塁という場面で堂林、ここまで2打席連続三振。第9球初球打った、ショートライナー、これでワンアウト、ランナーはフルベース変わりません。投げました、ストライク、膝元厳しいところ、まずは見送りました。投球これから2球目、空振り、バッター追い込まれました。追い込んで投げました、空振り三振、小園遠洋にやられてしまいました。代打は田中。第9球初球スライダー、空振り、タイミング合いません。第2球外角低め、ボール。第3球を投げました、3球目ストライク、バッター追い込まれました。第4球は148キロ直球、空振り三振、バットが空を切りました。7回までが終了しまして、4対1、カープこの回も1点を追加しています。島内降板、マウンドに上がったのは栗林、今日3番手としてマウンドに上がります。ベイスターズ打線相手にどういった投球を見せるのか。投げました、見送ってストライク、1球目ストライクからボール。
第3球ボール。第4球を投げた、アウトの空振り。さあ5球目打った、流し打ち、ファール。次は6球目投げた、打ったいい当たりだ、ボールはレフトへ飛んでいきます。野間取りました。これでワンアウト、ランナーありません。左バッターボックスは4番佐野、第9真ん中ストライク、初球ストライクからボール。第3球を投げた、パワーカーブ、空振り。ワンボールツーストライク、追い込んでいます。第4球を投げた、打ちました、菊池。ダイレクトでボールを掴んでアウト、ツーアウト。第1球投げた、インサイド決まってストライク、まずは決めてきました。第2球インハイ、空振り、これで追い込みました。投球は3球目投げました、打った、左中間へのヒット。宮崎いいバッティングを見せました。バッターは6番柴、投げました、完全に外れた、ボール。第2球投げました、2球目空振り、147キロストレート。一塁牽制球を送ります、タッチはセーフ。投げました、3球目ストライク。第4球は空振り三振。8回の表が終わって4対1カープ、3点リードは変わりません。石田降板、ここでマウンドに上がったのは国吉、今日4番手としてマウンドに上がります。自分のペースで投げることができるかが鍵となりそうです。投げました、ストライク、いきなり156キロ。1球目ストライクから第2球投げた、ストレートに送ってストライク、バッター追い込まれました。第3球一つ外した、ボール。投げた、高めボール球打った、セカンド左横のマーキー掴みました。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは2番菊池、今日はここまで3打数1安打1三振。第9投げた、ボール。ベイスターズ、ここは引っ張りに警戒します。第2球投げた、決まってストライク。第3球を投げた、カットボール、空振り、少し迷ったか。追い込んでから第4球を投げました、外れた、ボール。第5球投げました、打ちました、あっと引っ掛けた、ショート取りました。これでツーアウト、ランナーありません。バッターは3番西川。第9変化球はアウトローへ、ボール。第2球まっすぐ見送ってストライク。第3球を投げました、ボール。第4球を投げました、打ちました、追い込んで投げました、打った、痛烈な当たり、クリーンヒット。西川二塁を狙う、西川いいバッティングを見せました。今日これで5打数3安打、今日3安打猛打賞の鈴木か、追加点のチャンスを迎えています。投球これから2球目、2球目ストライク、早くも追い込まれています。追い込んでから投げた、外角高め、外れてボール。第4球を投げた、打った、1、2塁間の打球抜けた、二塁ランナー三塁回ってホームに突っ込む、一点入りました、5対1。リプレイをご覧ください。バッターは5番クロン、これが5度目のバッターボックス。低めボール。第2球投げた、見送ってボール。第3球打ちました、
ライト前進、ヒット、ボールは中継、クロン、ナイスバッティングです。これで今日は4打数の2安打。ボール。第2球投げた、ストレート決まってストライク、投げた、ストレートはボール。次は4球目、投げました、ボール。さあ、投球は5球目、ここは選んでフォアボール。今日2三振の堂林。第9球投げました、外れた、ボール。第2球投げました、カットボール、見送ってストライク。投球は3球目、投げました、ボール。投げました、打ちました、いい当たり、レフト前クリーンヒット、バックホーム、間に合うかどうか。続いて2塁ランナーも今ホームイン、カープこの回3連目、7対1。第1球投げた、決まった、ストライク。二塁牽制、二塁タッチはセーフ。投げた、アウトコース低めいっぱい、ストライク。バッター追い込まれました。第3球を投げた、低め、空振り三振。8回の裏が終わりまして7対1、カープさらに3点を追加しています。バッターは7番倉本、これが2度目のバッターボックス。初球空振り。第2球投げた、これも空振り、タイミング合いません。第3球を投げた、ボール。投げました、流し打ち、どうだ、堂林、ボールを取る、一塁送球、アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。右バッターボックスは8番峰井、今日はここまで3打数2安打、打ちました、初球打ち、センター前に出る、ヒット、峰井、いいバッティングを見せました。バッターは代打大和に変わりまして、大和背番号。第9球投げました、アウトローを見送ってストライク。まずは入れてきました。第2球投げました、アウトコース高め、ボール。第3球を投げました、打ちました、追い込んで投げました、高め、空振り三振。バッターはトップに帰って桑原、今日はここまで4打数1安打。第2球投げた、ストライク。投球はこれから3球目、追い込んでから投げた、ボール。投球これから5球目、インコース低めいっぱい、見逃し三振。内角低めいっぱいに決まった、カープ圧勝です。さあ、本日のヒーローは2名、まもなくインタビューが始まります。本当に今日は2人とも大活躍でした。お送りしてまいりました一戦は7対1、カープ勝ちました。勝利投手は大道、敗戦投手は浜口、そして西武は栗林。カープ今日は快勝となりました。次のゲームも期待したいと思います。実況担当は堂前英雄で、松田ズームズームスタジアム広島からお伝えしました。
Thank you.